まだよ。はい、じゃあげんくんご褒美のぶどうさん、吉本さんにいただいたぶどうさんだ。やった。なんてあった。えら。おいしいね。まだよ。さっきだね。食べてるな。うまい。また吸ってるよ。こんなちっちゃいお猿さんで食べたみたい初めてよ。いや初めてだ。入りきるってなるよ。まだよ。そう偉いね。正直で僕絶対食べへんと思って持ってきて。でも福岡ではいただいて、うん、食べてたんですよ。もう嬉しそうに。男のこのお猿さんでこんだけちっちゃくて、うん、多分食べたみたい初めてだと思う。なかなか警戒して食べないイメージは。もう今食欲すごいです。こんにちは。あ、そうなんや。はい。雪に見えるんかな。寒い。寒いのに。もう食べ物が見えた瞬間の目の輝きはすごいですよ。これどこから来たん？フルーツフラワーパークから来ましたわ。神戸のサンダ。あ、これですか。食欲ないよりあった方がいいやんな。はい。でも見ての通りパンパンのお腹です。まあ動けば男の子やしいいんじゃない。縦に伸びてくれたらいい。お腹がどうだ前にだけ。いっちょ前に頬袋入れてるやん。はい。羨ましいわ。マスカットなんか。でもこんだけ小さかったら1個ぐらいが限界なんかな。ほうくるどうねやろ。どうなんですかね。でもそれ1個で、それ1個でかなり膨れてるで、もう食べれそう入りそうにないよ。頑張ったらマックス3つ入りそうですけど。え、そうなんですか。もう入りそうな気がします。本当に頑張ったら。本当もう顔分ぐらい膨れてる時あるんで。え、そうなんですか。はい、すっごい意外に。わかりました。あ、わざわざありがとうございます。結構入るねんな。入ると思いますね。ちょっと詰めてみますか。いや大丈夫です。あと調子悪くなったら困るから、それは無理しなくてもいいです。どんだけ入るのかいつもこう持ってくるのはいいねんけど、食べ過ぎて調子悪くならへんかなので、いつも心配になるね。いつもお腹いっぱいの方が調子いいね。あ、そうなの。うん、よかったね。ぶどういいです。まだよ。ぶどう。わ、入った。入りましたか。でも構われへんのじゃん、それ。構われへんのじゃん。食べる？あ、もう目の。わ、入った。やめてき。いや、もうやめてき。やめてき。立ってたんだ。あれ。そう。入るね。入るんやな。いいな。濃いな。背の大きさがブドウと一緒ぐらいの。一個持ったらもう。美味しいね。よかったね。うまい。さあ、回りませんよ。なんで何回も倒されるん。ね。座ってちゃんと座る。そう。見てるよ。リンクお腹ポンポコリンや。ポンポコリンよ。お腹。リンク。これそれかなり結構出てるのか。これ出てる。KK じゃなくて。あ、出てますね。パンパンです。これ朝食べたからとか言うとそんなんではなくて、あ、もう一日中パンパンです。そうなんや。便秘とかでもなくですね。あ、元気やな。その割にはまた太田さん催促してるでしょ。